山椿。山本周五郎。梶井ーシと須藤キ女との結婚式は、11月中旬の居手のひどい酔いに挙げられた。シュメは、25歳の時、亡き父の職を継いで作事奉行になった。それには世襲の意味もないではないが、彼には、 その才能のあることが認められたのも確かだ。作事奉行は建築永前の一切を干渉する。城館、形、寺社の修復、表座敷から台所に至る所住基長度の修繕、掃除、検査など、事務は複雑多岐にわたっているが、主寧は職を継いで一年と経たぬうちに、その適任であることを証拠立てた。 しかしこれは、シュメが飛び抜けた瞬災だというわけではない。むしろ彼は平凡な事務家であった。現実的で貴重面で、何事でも類別し統計し、対象表に作ってみないと承知しないという風だ。母親が父に一年遅れて亡くなった後、未知といういとこが主婦の役をしている。 彼女は母親の抜ていの残した孤児で、十六の年に火事へ引き取られてきた。思わしい縁談もないうちに今季が過ぎてしまい、自分でも諦めたのだろう。古流の生け花と二条流の笛をせっせと稽古して、これで身を立てるのだと言っている。こういう不遇な身の上にもかかわらず、道は陽気で物にこだわらない性質だった。 明るい伸びやかな気分を作ることがうまく、家の中に適当な笑い声を絶やさない。だが主めには、これが軽薄でうるさく苦に々がにがしいだけだ。叱るほど不愉快でもないが、一緒に笑うようなことは滅多にない。かえって事務のことで出入りする家僚たちが、若いおばか姉にでも対するように、打ち解けた様子で相談を持ちかけたり、 内緒で酒を狙ったりする。シュメは別に小言は言わないが、決してそれをよろしいと思うことはできなかった。須藤家との縁談が始まったのは9月のことだ。それから50日余り、細々としたことでシュメは随分気をつからせた。儀礼の方はおじの大沼兵庫に頼み、 うちうちのことはいとこに任せたが、それで済ましていることのできない性分だから、つまりは自分で指図する結果になった。その上、嫁の父親である須藤宗衛門が、中老という身分にこだわるので、ともすると派手になりがちなのが、一層気持ちの負担だった。一生に一度のことですもの、いいじゃございませんか。 未知はこう言って何でも慎重しようとした。一生に一度だからつつましくしなければならないんだ。シュめは役所の事務のように費用を削った。いとこは逆らわずに笑いながら削られたものも大抵は買い整えるという風だった。結婚式は滞りなく終わった。 祝いの主演も和やかに住み、招待客たちが帰った後、両家の親族だけで改めて酒好きが取り交わされた。それは半時余りかかった。そして、これらの人々が糸間を告げた時、いつか外は雪になっていた。趣味はまだ一役ある。花嫁が中央戸に連れられて奥へ行くのを潮に、彼は、 別胸になっている隠居所へ顔を出した。そこでは役所の家料たち住人ばかりが彼らなりに気楽な祝宴を張っていたのである。主めが席に座るとすぐ、未知が調子を持ってそばへ来た。彼女は接待役をしていたのだが、見ると目の周りや頬が赤く、息も少し荒いようだった。 結婚祝いでもあり、みんな親しい者たちとはいえ、未婚者の多い中で、色に出るほど逆付きを受けるのは無作法だ。主姫は不機嫌に眉をひそめ、低い囁ささき声でたしなめた。見苦しいじゃないか。赤くなっている。どうしたんだ脇田様と小倉様で、かかっておしいなさるのですもの。それに私も、 未知はふと目をそらした。もう皆様とはこれでお別れでございますから。シュメはそれを聞き流して挨拶を述べ始めた。未知はそっと立っていった。言葉を結ぶと、シュメは砕けた姿勢になり、微笑みを見せた。難しい客は帰ったからゆっくりやってくれ。 ちょうど雪が降ってきた。よかったら雪を魚に飲み明かしても結構。川上、まず行こう。雪と聞いて座の空気がさらに浮き立った。一人が障子を分けに行った。だが、それだけでは見えない。別の一人が食材を縁先に持ち出した。庭には椿の老樹が並んでいる。 その茂った枝葉や樹花の暗がりが食材の光を活かすので、今度は舞い落ちる雪がかなりはっきり眺められた。これはおあつらい向きじゃないか。本当に飲み明かすか。脇田心臓がそう言うと笑い声がどっと上がった。何も開き直ることはない。雪でなくったってそのつもりで来たんだろう。 脇田が飲むのにあつらえ向きでないものは絶対にないね。シュメがめずらしく口を出した。いつかひどい風で寝ていたときだ。高い熱で真っ赤な顔をしてうなりながら、卵酒にはおあつらえですと言ったからね。まもなくシュメはそこをたった。中央戸の旗の夫妻を送り出したのは、12時間近のことだ。 それから加減を見させて風呂に入った。湯に浸って体が温まってくると、酔いからの緊張がほぐれ、神経や全身の筋の心よく伸びてゆくのが感じられて、解放されたもののように何度もため息が出た。彼はゆっくり浸っていた。五十日以来のわずらわしさが終わった。 これでともかくも一肩ついたと思う後から、一種のあやされるような、好ましい、新鮮な感情が湧いてきた。彼は目をつむった。心ときめくというほど純粋な激しい感動ではない。もう年も二十八になるし、作事奉行として足掛け四年。 園籍の遊びも知っている。ましてごく平凡な、作法通りの結婚だから、それほど大きな喜びの期待があるわけはない。だが、今彼の胸へ湧き上がってくる、素朴な好ましい感情も、決してそれより価値が低くはないだろう。彼は和やかに、遠病で温められるような、その楽しい、恵まれた気分から離れるのが惜しくて、 長いことじっと湯に浸っていた。朱芽が根間へ入ってゆくと花嫁はまだ起きていた。暗くしてある暗闘の柔らかい光で金病に囲まれたヤグの色が清らかな生めかしさを見せている。絹は白むくの上に打ちかけを重ね両手を膝に置き深くうつむいたまま座っていた。 シュメは自分の寝床の中へ入り、彼女の方へ背を向けて目をつむった。かなり時間が経っても、花嫁の動く気配がしなかった。振り返ってみると、キヌは同じ姿勢で座っていた。もう寝なければいけない。いてるから風邪をひいてしまうよ。 彼女は聞き取りにくいほどの声で、はいと答えた。シュメは頭を元へ戻した。隠居所の方から歌が聞こえてくる。雪のために反響を消されて、現実というよりは記憶から蘇ってくる声のようだ。シュメはそれからも二度寝るように進めた。しかし、 花嫁は朝まで寝なかった。体を固くして、うつむいたままみ揺るぎもせずに、じっと座っていた。どうかなさいまして体操お顔色がすぐれませんわ。未知が疑わしげな目でいとこを見た。絹が里帰りから戻った翌朝のことである。 しゅめとにいよめの間がうまくいっていないのは確かだ。新婚の明る夜からにいよめは自分のいまで寝る。新女のことはどうからついてきた駒かいが世話をして、ぬじ女は手を出さない。ょうや下うの着替えもまだ未知に任せたままでいる。しかも、ほとんど二人が口をきかないのを未知は知っていた。 どうもシアしないが。シュメは口ごもった。ふと相談してみようかという気になったのだ。しかし、それが不可能なことは明白である。彼は憂鬱に眉をひそめてそのまま沈黙した。自分を拒む妻の態度をどう解釈したらいいだろう。嫌っているのだろうか、周知だろうか。 年齢の若いためだろうか。もしそれほど嫌いだったとしたら嫁には来ないはずだ。周知は何も彼女一人のものではない。あらゆるに嫁がその周知に勝たなければならない瞬間を持つ。年も十八歳なら若すぎるとは言えない。では一体何が原因なのだ 計算や統計の上で物事を考えたり処理することに慣れている彼の頭は、人の感情とか心理の問題になると手も足も出ない。そこで彼は自分に対しても腹を立てた。どうとも勝手にしろ。私、明日おいとまいたしますわ。いとこが、 ある夜、広いにしゅめの居へ来た。彼は役所の事務を机の上に広げながら、しきりに日よけの炭火を吹いていた。道はいとこの髪の毛についている灰を払い、日よけを自分の方へ引き寄せた。家のことも大抵お姉まにわかっていただきました。でも、すっかりではありませんから、あとはお兄まが、 わからないところは指図をしてお上げにならなければいけませんわ。シュメはいとこの顔を見た。未知はうつむいて火を直しながら続けた。もっと近しくなさらなければね。このごろは夕げにもお酒を召し上がらないし、いつも黙って難しい顔をしていらっしゃるわ。そんなではお姉さまにも気心のしようがないじゃございませんか。 もっと夫らしくしてあげなければおかわいそうよ。お母さんのタンスと兄弟を持って行っていいよ。シュメは筆を取りながら言った。暇があったら時々来てくれ。家のことは心配しなくってもいい。未知はいとこの横顔を見守った。それからしばらくしてつぶやくようにこう言った。 時には、武作法が作法になることもありますわ。結婚したら、大沼兵庫が未知を引き取ることに決まっていた。いとこが去ると、明け暮れがにわかにひっそりとなった。その中で主名は同じ言葉を繰り返し考え続けた。武作法が作法になることもある、という言葉を。 終言から17日目にあたる夜、主めは夕げに酒を命じた。彼は酒が好きで、朝食前にも少し飲む。夕げにはかなり過ごすことも珍しくはない。それは大抵過料の来ている時で、ことに脇田とか小野平介など賑やかな者が集まると、彼らといとこのとりとめのない談笑を聞きながら、 黙って楽しそうによく飲んだ。結婚してからはほとんど酒好きを持たなかったが、その夜は酔えるだけ酔うつもりでいた。一人も手持ち無沙汰なものだ。一つ受けないか。少し回ってから、しめは酒好きを差し出した。絹はうつむいたまま、部長法でございますから、と答えた。 シュはできるだけ砕けた調子で、そして自分には似合わないと思いながら冗談のようにこう言った。そううつむいてばかりいないで、たまにはこっちをごらんよ。私はまだ妻の顔さえよく知らない夫だ。これは少し変則だと思うがね。絹は静かに顔を上げた。 青白い仮面のような顔だ。魂の抜けた感情のかけらもない顔だった。少し痩せてはいるが、美しい目鼻立ちである。濃いまつげに縁取られた目が特に美しい。だが、それは石像のように冷たくて硬かった。シュメは立然と目を逸らした。 宝泉寺の十二時の鐘を聞いてから、シュメは起き上がって心情を出た。そしてかなりためらう気持ちを押し切って、妻の部屋のふすまを開けた。キヌはまるで襲われたもののように、非常な速さで起き上がり、恐怖におののく目でこちらを見た。その目が、シュメの自制心を失わせた。彼はずかずか寄っていった。 絹はヤグからすり抜け、暗闘の掛布を取った。そして明るくなった光を盾のように、正座して神戸を垂れた。シュメは構わずそのそばへ行って立ち、荒い呼吸の静まるまでしばらく待った。すると、絹が耐え入りそうな声で言った。私、母のもが、まだ開けませんので。 これは、無警告の、しかも手厳しい足払いに似た言葉だ。一瞬にして火は消え、血は冷めた。主めはくじかれた惨めな気持ちで、しかし、その言葉に辛くも救いを感じながら、やや久しく沈黙した。もっと、お互いに打ち解けよう。 そんなことまで言いそびれるなんて自然じゃない。男はどこか抜けているものだ。細かいことや気持ちのあやなどわかりにくい。黙ってばかりいないで、不満や希望はどしどし言ってくれなければね。絹は家事イの主婦なんだから。わかるだろう。絹はそっとうなずき、はいと答えた。 シュメはなお言いたいことがあった。しかし、言葉にするとちぐはぐなものになりそうだ。彼はできるだけいたわりを込めて、こう言いながら立った。さあ、おやすみ。驚かせてすまなかった。彼は数日して、絹のぼうぼの藻が2月初めに開けることを知った。 物を開けるまで夫に許さないという習慣が世間にあるかどうか、彼はまるで知らないし、多少疑問もあった。けれども待つことに依存はなかった。その間に精神的な接近ができると思ったから。正月になると、すぐ急に多忙になった。4月に藩主が江戸から帰る。 それまでに本丸の東御殿を改築せよという命令が来たのだ。随分大掛かりな設計で、入り目や溶剤の点から相当に無理をしなければならない。彼は城中に幾番も泊まった。資材購入のために数日がかりで旅行した。勘定役所や何度方などと絶えず接衝し、重役に了解を求め、 交渉たちの割り振りに頭を悩ました。そして家へ帰る時には心から休息と慰安が欲しいと思うようになった。もちろん、その望みは叶えられなかった。家の中はいつも空洞のようにひっそりしていた。妻は食事の給仕に座る。着替えも手伝う。送り迎えもする。 だがそれだけだった。うつむいて、必要にうつむいたままで、手を膝に置いてしんとしている。足音もせず、空気も動かさずに歩く。口から出るのは、はいという一言にほとんど限られている。飯使いたちにもそれが影響した。彼らも囁くように話し、 歩くのに足音を盗む。みんなが聞き耳を立て、息を殺して何かをじっと待っているという感じだった。絹のぼうぼの藻がもう開けたということに気づいたのは、こういう状態に耐えきれなくなった時であった。三日ぶりで家に帰った彼は、荒びた気持ちで夕げの酒を飲んでいた。酔いはなかなか起こらず、 疲れた神経はトゲトゲしくなるばかりだった。彼は目の前に座っている妻の硬い非人情な身構えや陶器のように冷たい襟足を見ながら、ふと、それをいとこの道と置き換えていた。皇人様はチを当てる神様なんですってね。突然真面目な顔でそんなことを言い出す。 大抵座には誰かいて、あっけに取られながら、皇人は台所の神でしょうとか、専門に罰を当てる神様というのはないでしょう、などと言う。未知は確信のある顔でこう断言する。あら、だってそう言いましたわよ。一度これはこうだと聞けば、その通り信じて少しも疑わない。 だってそう言いましたわよというのが彼女の口癖であり唯一の証明である。空また出たと言ってみんな笑い出す。当時は苦々しいと眺めていたその情景が、趣味には今悲しいほど懐かしく思い出された。そういえばこの頃は誰も来ない。来ても食事時は避ける。 座って酒を飲むようなものはごくれで、用事が済めばさっさと帰ってゆく。あの頃はこんなではなかった。家の中は賑やかで暖かく、話したり笑ったりする声が絶えなかった。それが今はどうだ。まるでこれは夢中の家のようではないか。趣味はこう考えたとき、 妻が喪に服しているということに気づき、続いてそれがすでに開けているはずではないかと思った。日を食ってみた。確かに、もう数日前に開けていた。シュメは目の覚めたような顔で妻を見た。今日は十二日だったね。もう寝半夜か。これで寒さもおしまいだね。 尖った神経が酔わない酒のためにあらぬ方へ歪んでゆく。シュメは努めてそれを沈めながら、十二時を聞くまで寝床の中で転々していた。それから思い切ったように起きて、妻の部屋へ入っていった。ふすまの開く音で跳ね起きた絹は、恐怖の目でこっちを見ながらヤグをすり抜け、アンドンの掛布を取ろうとした。 シュメは鋭く、キヌと言いながら、ふすま際に立ち止まった。キヌは伸ばした手を下げ、追い詰められた獣のように身を縮めた。あの夜と同じ姿である。微塵も変わってはいない。母のもというのが口実だったことは確かだ。シュメは前へ出た。するとキヌは、 身震いをしながら救いを求めるような声で言った。どうぞ、今夜だけ、今夜だけお待ち遊ばして。そして懸命な愛玩の目でシュメを見上げた。なんという目だったろう。突然シュメは自分が汚らわしく堕落した人間のように思われ、 一種の吐き気に似た村苦しさに襲われながら逃げるようにその部屋を出て後ろ手にふを閉めた。屈辱と怒りのために頭が痺れ足が震えた。自分を醜い抱きすべきもののように思う反面、不当な侮辱に対する怒りが抑えようもなく燃え上がった。何がいけないんだ どこにこんな扱いを受ける理由があるんだ一体。しかしシュめは、ぎょっとして振り返った。彼はまだふすまの前に立っていたが、部屋の中で何か物音がするのを聞いたのである。それは、静かにタンスを開ける音のようだった。じっと耳を澄ますと、異様な気配が感じられた。 彼はすぐ襖を引き上げた。絹はヤグの上に座り、会見を抜いたところだった。襖の開く音を聞くなり、彼女はそれを逆手に持って胸を刺そうとした。しかしシュメはその肘をつかみ、激しくねじ上げながら会見を奪った。絹は別に反抗しなかった。むしろ冷ややかなくらい落ち着いていた。 シュメは掴んだ肘ごとぐいと絹を向き直らせ、訳を聞こう、と低く叫んだ。生きてはいられないのでございます。今お止めくださいましても、明日、明後日、いつかはどうしても、この身の始末をいたさなければ。それが火事井の仮面を汚すと承知の上でか。 私の一生がめちゃめちゃになるのを承知の上でか。いや、お前にはそんな権利はない。主メは激怒のために震えた。七十日近くも人を惑わし悩めた上、そんな勝手なことをする権利はお前にはないはずだ。私、ご仮面を気がしますでしょうか 結婚して間もない妻が自殺をする。理由も何もわからない。これが家事の家や私の面目に無関係だと思えるのか。ああと、キヌはうめき声を上げた。確かに彼女はその点を忘れていた。こうせざるを得なかった原因があまりに大きく重すぎるため。 結果の呼び起こす影響までは思い及ばなかったのである。絹は初めて両手で表を覆い、耐え入るように泣き出した。私、どういたしましょう訳を話せがいい。どうしても死ぬ必要のあるものなら止めはしない。理由によっては死後に名の立たぬ工夫もある。 話してごらん。絹は長いこと泣いていた。形容しようもなく痛ましい哀れな泣き方だった。それからやがて、おえつに声を途切らせながら、非常な努力で口を切った。私、思う方がございました。 もう二年前のことでございますけれど。思いがけない告白だった。しかし、シュメにはそういう予感があったように思う。彼は努めて何気なく後を促した。絹は続けた。二年前の四月。そんな季節には稀な火事で、武家町の一角まで焼けたことがある。 その時、須藤家の桃園の者が類称して、半年ばかり彼女の家へ寄宿していた。榎本良三郎といって、その時二十二になり、何度方に勤めてまだ独身だった。彼が怠け者で身持ちが良くないという噂は、前から絹は聞いていた。だが、家へ来て住むようになると間もなく、そんな噂は信じられなくなった。 キヌの目には彼が孤独で気の弱い人間にしか見えない。誰にも相手にされず友達もない。寂しげな遠惑したような目でよく庭に立って雲を見ている。唇にはいつも諦めたような微笑が浮かんでいる。キヌは激しい同情をそそられた。そこから二人の近づきが始まった。 親しくなるに従って、絹の確信は強くなった。両三郎は優れた才能を持っている。それを周囲が認めないばかりでなく、むしろそのために嫉妬のあまり共同で彼を陥れるのだ。だが彼は少しも恨んではいなかった。こういう時代なんです。私は誰をも憎みはしません。 罪はこういう時代にあるんですから、彼らは好きなようにやるがいいんです。俗悪な世間を哀れむように、よくこう言って微笑し、等悪げな寂しい目で、それとなく空を眺めた。だがしばらくすると、絹に愛を求めた。もし絹が自分を愛してくれるなら、 俗物をもしのいで人角の人間になってみせる。絹のため自分の才能を生かしてみせたい。絹はそれを何の疑いもなく信じた。そして変わらない愛を誓った。二人の恋は五十日余り続いたが、母親に発見されて中を裂かれた。母は誰にも知らせず、後実を設けて彼を家から出した。 別れる前に、絹は結婚を申し込んでくれるようにと繰り返し頼んだ。彼はまだその時期でないことを説いた。今のままでは許される望みがない。自分がか角のものになるまで待つように。それもせいぜい一年か二年だからと。別れてからは一度も会うりがございませんでした。 そして母も亡くなりました。こちらとの縁談が起こりましたとき、もし母が生きていてくれましたら。縁談が決まったとき、自決すべきだった。しかし、それには何かが欠けていた。良三郎に一度会いたかったのも確かだ。 どこかに生きる道があるように思えた。漠然とした、しかし、激しい生への執着もあった。もう少し時を待とう。抜き差しならぬ場合でも遅くはない。そして、ずるずるとここまで来てしまった。私が未練で愚かなばかりに、あなたへも、あの方へも申し訳のないことになってしまいました。 でも、私も苦しゅうございました。今日こそ、明日こそと思いながら、いざとなると心が遅れまして。どうぞ、お許しくださいまし。主めは黙って絹の鳴くのを聞いていた。それから持っていた会見を静かに鞘へ収め、大きくため息をつきながらい。 今話した通りを遺言に書くがいい。その人に関するところはなるべく詳しく。私は向こうで待っている。会見をもって、シュメはその部屋を出た。新所の明かりを今へ移し、火おけのうずみ火を起こして炭を継いだ。庭の椿のあたりで猫の声がする。そうだ。 もうとっくに椿が咲いているはずだ。今年はまだ一度も見ていない。シュメは火箸を取って意味もなく灰をかき鳴らした。首を振ったり低くうめいたりした。その他に方法はない。そんなことをつぶやいた。絹は自害しなければならない。だが、 自害と分かってもいけない。病死でなければ。しュはまた埋めいた。絹が今へ来たのは半時ほどの血のことだった。一度に五つも吹けたように憔悴して見えた。頬が目立ってこけ、唇はほとんど灰色になっていた。彼女はかなり分厚く巻いた書簡を、 うつむいたまま、種目の方へ差し出した。念のために読ませてもらう。彼はこう言ってそれを開いた。絹の膝から肩へかけて、絶えず細かい旋律が走る。浅い急速な呼吸のために、胸が激しく波を打つ。そして、庭の椿のあたりでは、けたたましい猫の叫びが続いていた。 私はもう止めない。種目は読み終わったものを巻きながら言った。その他に道はないだろうと思う。身じまいをして白むくに着替えておいで。仏前支度をしておくよ。夜明け前に医者が呼ばれてきた。大田純安といって、亡くなった父とごく親しかった老いである。 シュメは妻の居間へ案内した。二人はかなり長いことそこにいた。そこから出てきたとき、ジュは首を振りながらこう言った。亡くなってから一時も経っている。<laughs> この病気には義母でも偏弱でも手が出ない。さよう、すぐ納棺するんだな。 老いは耳が遠いので声が高かった。この病気で死ぬと、日中やは体から毒が出る。納棺したらすぐ蓋を閉めなさい。決して蓋を開けてはいけませんぞ。この毒を吸ったらそれで。こう言って白髪の頭を振った。いいかな。あなたが一人で死なされ。 そこは目音の情だ。ふん。が、忘れても他人を近寄せてはなりませんぞ。おかかりへは私から届ける。もう一つ、邪行を滝なされ。なければ持たせてよこす。毒を消すには至極だから。医者が帰るとすぐ、必要なところへ使者を出し、主目は一人で、 また妻の居間へと入っていった。両家の親族が駆けつけたとき、死体はもう納棺されてあった。そして純安牢の厳しい戒しめで、ジップの須藤宗衛門でさえ死に顔を見ることが許されなかった。あまり突然であり、夢のようだ。通夜の席ではそのことが繰り返され、趣味に同情が集まった。 彼は石のように黙って、昼夜きちんと棺のそばに座っていた。その翌日の朝、葬礼が行われた。書なのかが済むと、主めは務めに出始めた。五天改築の責任者だから、長く休むわけにはいかなかったのである。大沼から手伝いに来ていたいとこは、相談の結果そのままとどまることになり、 荷物も運び戻された。家の中は少しずつ平常の姿に帰っていった。暗い不幸の匂いは消えないにしても、主の多忙な明け暮れにつれて、生活は自然と落ち着きを取り戻した。こうして日が経っていった。いつなのかの法要があった翌日、シュめは、 何度奉行の栗原和助をその役所に尋ねた。栗原は主名より三つ年長である。彼は主名の話を聞いて、いぶかしさに目をすぼめた。榎本良三郎というのはいるよ。しかし、それはよした方がいいね。あれはダメだ。とても使えるような人間じゃないよ。いや、使ってみたいんだ。 大概なところは知っているが、少し考えることがあるんでね。私は進めないな。無能なばかりでなく、ずるい。人に仕事を押し付けておいて自分がしたようにこしらえる。むやみに抽象や誹謗で人を傷つける。不平やごたごたの起こる元だよ。だが、人間には使いようがあるからね。 とにかく手続きをするから頼むよ。こういう話があって間もなく、榎本良三郎は作事奉行へ勤め替えになった。二十四という年よりずっと老けて見える、色のさえない、目の濁った、憂鬱にふてたような顔つきだ。華奢な体にもかかわらず、どこかしら脂肪でたるんだような感じがあり、 君の悪いほど白く長い指をしていた。シュメは彼を見たとき、連敏を感じるほど不快に襲われ、目を背けた。シュメはその日、下城するとき良三郎を誘って、京町の小倉という料亭へ上がった。良三郎は不安そうに手を揉んだり、 ふてぶてしい霊笑を浮かべたりして、ひどく落ち着かない居心地の悪い様子だった。今日は二人だけで飲もうと思うんだが、その前に少し話がある。真面目な話だからそのつもりで聞いてくれ。シュメは冷静な目で相手を見た。両三郎は白々しい微笑を浮かべ、人を馬鹿にした調子でゆっくり首を振った。 酒ならご馳走になりますが、説教は勘弁してくれませんか。私には何より苦手ですから。何すぐ済むよ。主めはさりげなく言った。それはね、これから真面目に勤めてもらいたいということなんだ。私が栗原に頼んで作事方へ呼んだには、それだけの考えもあるし、責任も感じている。 できるだけ力になるから、ここで一奮発してみないか。しかし、ちょっと高くつきますぜ、カジーさん。相当に高くつくがいいですか。両三郎は毒々しく唇を歪めた。シュメはその顔をいぶかしげに見ていたが、その目は次第に平成の色をなくしていた。 高くつくとは、どういう意味なんだもっとはっきり。言いましょうか。両三郎は主名の言葉に追っかぶせて、ぐっとあぐらをかいたが、すぐまたにやりと笑った。だが、まあ、この次にしましょう。墓の中のことなんか別に急ぐ必要もないでしょう。 折り返してみたところで、死んだ者が生き返るわけじゃないですからね。それは、私を脅す意味なのか。さあ、どうでしょう。私が残念なのは、ある人の葬式に立ち会えなかったということなんです。立ち会っていたら、さよう。私は、棺の蓋を開けましたね。 シュメは額からさっと青くなった。両三郎は濁った目でそれを眺めながら、もはや疑いのない勝利を楽しむように、ゆっくりと。しかし、冷酷にこう続けた。蓋を開けると毒にやられる。とんでもない。棺の中はただ匂いがするだけですよ。毒どころか、ただの匂い。 つまり血の匂いですよではなぜそうしなかったシュメはある限りの力で自制しながら言ったそれだけ確信があるならどうして蓋を開けに来なかったんだ今だって間に合いますさ何墓を掘ってみればわかるこったやってみますかね シュメは右手を大きく振って両三郎にほう打ちをくれるとさらに飛びかかってねじ伏せた。両三郎は首を振りながらもがき、シュメの手へ噛みついた。シュメは噛ませておいて殴った。力いっぱい、頬骨のなるほど殴りつけた。彼の目からポロポロ涙がこぼれ、それが両三郎を濡らした。殴るだけ殴ると、彼はそこへ座って、 あえぐ息を抑えながら言った。貴様の察し通りだ。絹は病死ではない。では、どうして死んだか。少年まで腐った貴様などにはわかるまいが、見せるだけは見せてやる。絹の遺書だ。読んでみろ。主名は、懐から放章を出して、いぎたなく倒れている両三郎の前へ押し合った。遺書と聞いたとき、 両三郎はびっくりと足を縮めた。それから起き直って襟をかき寄せ、しばらく宝書の裏表を眺めた後、震える手でそれを開いた。主目はそっと目をつむり、何かを祈るように神戸を垂れた。両三郎は途中まで読んで、また初めへ戻った。くたびも目を拭き、 幾度も読んだところを読み直した。それが終わると、衣装を持ったまま手を膝に下ろし、ガタガタと全身を震わせた。結婚して七十四日になるが、夫婦のちぎりは一度もなかった。あれは榎本良三郎に三竿を立て通したんだ。どんなに苦しかったろう。 夫への義理と、榎本良三郎への義理と、板挟みの七十い日を一人で苦しんだ。縁談の決まった時死ねばよかった。けれども死ねなかったという。愛する者に未練が残った。どんな未練だと思う榎本。あれは、貴様に優れた才能があると信じた。あなたが愛してくれれば一角の人間になる。 貴様のそういった言葉も信じた。それが、どうしようもない巡り合わせで火事家と継がなければならなかった。あれはそのことを詫びたかったんだ。貴様に一目あって詫びてから死にたかったんだ。シュメは手を伸ばして衣装を刺した。それを読んでみろ。もう一度読んでみろ。貴様をどんなに信じていたか。 裏切る結果になったことをどんなに詫びているか。自分は死んでも自分の愛は変わらない。あの世からご出世を信じてお守りします。そう書いてはないか、榎本。人間は、一生に一度くらい本気になるもんだぞ。両三郎は放心したように、重たげな鈍い手つきで衣装を巻き収めた。 シュメは噛まれた手首の血を返しで拭きながら、床の間にある霊を取って鳴らした。話はこれで終わりだ。約束だから酒を飲もう。両三郎はさりげなく立った。ちょっと、顔を洗ってきます。そう言って廊下へ出た。 力のないふらふらした足取りで廊下の途中まで来たと思うと、右側に障子の空いている小座敷を見て素早く中へ入り、座って襟をくつろげた。脇差しを腹へ突き立てようとする瞬間まで、シュメは廊下から見ていた。そしてその瞬間に飛び込んでいって止めた。 この他に、道はありません。話してください。話すよ。だが今じゃない。シュメは脇差しを奪い取った。あの人は榎本良三郎の行くのを待っている。しかし、こんな惨めな榎本を待っていやしないぜ。榎本、証拠を見せろ。あの人の信じていた人間になれ。 それまでは石にかじりついても死ねないはずだ。そうじゃないのか。両三郎は両手を膝につき、表を伏せて泣き始めた。初めて彼は泣き出したのだ。二年やってみろ。その証拠を見たら、俺が墓の前へ連れて行ってやる。二年だ。 もし今の決心が嘘でないなら、もし貴様にいくらかでも人間らしい気持ちがあるなら、いいか、二年の間にその証拠を見せるんだ。生きている者はごまかせるが、死んで魂になった者はごまかせないぞ。それだけは忘れるな。五天改築は藩士の帰国にかろうじて間に合った。 結果はかなり上手日で、その係の者には放送細工だった。しかし、費用の点が随分無理があったから、その後始末に5月いっぱいかかり、ようやくすべてが終わると、季節はもう夏だった。カジの家にはまた人が来始めた。シュはよく人に隠れて相対寺へ墓参りに行くが、日常は快活で機嫌が良かった。 これまでのどの時期より明るい顔で、酒の時などにはみんなと一緒に笑うことが珍しくなかった。未知も相変わらずである。この頃はいとこが難しい眉を見せないので、一層立ちいがウキウキとしている。そして、時々例の不思議な照明を出して人を笑わせる。ちょうどみんな集まって飲んでいた時、 星空なのに縁台が鳴り出した。未知は縁先にいたのを急いで座敷へ入ってきた。雷銃って割り方ひっかくんですってね。もちろん真面目な顔である。わっとみんな笑い出した。脇田心臓などは笑いが止まらないで苦しがって涙をこぼしながら転げた。少し静まりかかるとそばで、 へへ、<laughs> 来獣<週>は、わ <laughs> り<割>方、<laughs> 引っかきますかね。<laughs> という。それでまた脇田は転げ回る。しまいに仰向けになって、どうやらこうやら笑いやんだ途端、未知が例の証明を出した。あら、だってそう言いましてよ。脇田はひい,いと両手で耳を塞ぎ、 何かわけのわからないことを叫びながら、まっしぐらに廊下へ飛び出していった。シュメはこういう情景を眺めるだけでなく、今はそれを味わうこともできるようになった。以前の彼には苦々しいだけだった。馬鹿げた、創造しいものに過ぎなかった。合理的なこと、計算し統計に取れるもの以外は興味が持てなかった。 けれども今はもう違う。彼はどうやら憩いの味を知った。疲れた体を休め、仕事でいっぱいになった神経を理屈なしに柔らかくほぐしてくれるもの。慰安と休息がどんなものかということをようやく彼は知り始めたのである。あくる正月の年賀の途上で、 何度奉行の栗原和助と一緒になった。その時、栗原は警戒の身振りをしながら言った。今にやられるよ、今にね。気をつけなくちゃいけない。蛇は冬眠しているだけだよ。しかし、その翌年の正月、栗原は朱芽を脇の方へ誘って、つくづくと顔を眺めながら探索した。 こんなこともあるんだね。こんなことも。一体どうやって叩き直したんだ信じただけだよ。シュメは微笑した。信じられるくらい人間を力づけるものはないからね。彼は自分で立ち直ったんだよ。本物らしいね。兜を脱ぐ。 人はいようだということを認めるよ。シュメの家の椿がまた咲いた。2月10日のことだった。早く下城してきたシュは、後で丸屋が物を届けてくるから受け取っておくように、こう未知に言い残して着替えもそこそこにまた出て行った。表には、榎本良三郎が待っていた。 彼は二年前とはだいぶ違って見える。体の肉づきが締まってきたし、顔は日に焼けて健康な艶と張りがある。目はどこか沈鬱な光を帯びているが、濁りはほとんど消えたようだ。彼は種目の少し後ろについて歩いていた。そしてブケ町を出外れて、大田川の橋を渡るとすぐ、何か気づいたという風うに、 はっとそこへ立ち止まった。行き先は相対児でございますか。そうだよ。主目は振り返った。二年目には三日早い。あれの三回期は十三日だ。しかし、方への前がいいと思ってね。それともい,いえ、参りましょう。 両三郎はすぐに静かな笑いを浮かべた。正直に申しますが、思い違いをしていました。あれは三月だったものですから。では、三月にしようか。私はそれでもいいんだが。い,いえ、今日にします。今日の方が、帰って。そして、 彼は進んで歩き出した。相対寺は春スガの下にあった。石段を登って山門を入ると、庭を履いている若い層が親しげに挨拶をした。北条は空いていますか主名はそう言いながら慣れた様子で玄関から上がった。若い層の声で走ってきた小坊主が、 口の端を手で拭き拭き、客前へ案内した。ここでやって、迷惑はかからないのですか。<laughs> 座るとすぐ、両三郎が不審下に言った。やるというのは何をシュメは立とうとした膝を戻した。 まさか、腹を切るという意味じゃないだろうな。しかし、そのために来たんじゃないのですか。何のためかといえば、生きるためさ。榎本良三郎は生きるんだ。それだけの証拠を俺は見せてもらった。だからここへ来たんだよ。私にはわかりません。どういうわけなんです よろしい。わかるように言おう。だが、ちょっと待ってくれ。シュメは足早に出て行った。何をしに行ったものか、ややしばらく時間をとって、戻ってきた時には娘を一人連れていた。待たせてすまなかった。こう言いながら連れてきた娘を両三郎の左へ、自分は二人の中間へ座った。 引き合わせるものがある、榎のもと。私の登園にあたる娘で、カジー・キヌというのだ。見てくれ。キヌという名に、両三郎は身震いをした。そして怯えたように振り返った。キヌであった。色を変えて、ああという両三郎を、キヌは涙のあふれる目で見上げた。 お前の信じた通りだったね、キヌ。シュメは低い声でそう言った。江ノ本は才能のある人間だった。キヌの考えていたよりも、はるかに高くそれを証拠立てた。恋というものは、時によると人を堕落させる。だが時によると、こんなに素晴らしく人を生かす。 恋をするなら、こうありたいものだね。絹はくくと結び上げた。両三郎も手で表を覆った。おめでとう、絹。おめでとう、榎のもと。とうとう二人の日が来た。勝ったね。シュメは彼らを残してそこを出た。 そして、北条へ寄った。二年間、絹を預かってもらった礼と、もうしばらくの世話を頼みに。それから、大層爽やかに、楽しそうな顔をして寺を出て行った。夕げの禅に座ってからも、かなり酒が進んでからも、いとこはとりとめない話をするだけで、肝心のことは全く念頭にない様子だった。 シュは仕方なしに、丸屋から届けてこなかったかと聞いた。え届けて参りました。お居間に置いてございますわ。持ってきてごらん。道は立って行ったが、すぐ多頭に包んだものを両手に抱えて戻った。届いたまま開けてみもしなかったのだ。いかにも道らしい。 シュメはふと、目頭が熱くなるのを感じながら、開けてごらんと言った。なんでしょう。お衣装ですわね。多頭を開くと、花の咲いたように美しい模様が出てきた。まあ綺麗。みちは子供のような声を上げて目を見張った。ちょっと、それを肩へかけてみないか。 私がですかみちは華やいら様子でいそいそと立ち、その衣装を肩へかけた。古代紫のぼかしに、目もあやな百花の友禅模様が染め出してある。みちは続けざまに、まあ、まあと言いながら、身をひねったり、裾を広げたり、酔ったような顔でいつまでも見とれていた。 なんて綺麗なんでしょう。初めてですわ、こんな美しい模様を拝見するのは。ご覧なさいましな、このボタンの花。まるで生きている花のようですわ。あらこれ、なでしこですわね。無底軒なことを言うね。見てごらん。まるで葉が違うじゃないか。それは奇境だよ。でも綺麗ですわ。 どうして染めるのでしょうさあ、知らないね。シュメの唇がほころびる。そいつは染め屋に聞くよりしようがない。やっぱり人が染めるんですわね。シュメはとうとう吹き出した。未知は裾を引いて振り返ったり、長い玉とを返してみたりしていたが、 いとこに笑われて赤くなりながら、あらと言った。しゅめはすかさずその線を越した。そう言いましたかね。だが彼は途方にくれた。それが未知の結婚衣装で、それを着てカジイの嫁になるんだということを、どういうふうに話し出したものかと。未知はまだ、 模様に見とれていた山本修五郎作山椿お相手は村上陽でしたではまた